ここで中古学期だよ。中年学期だよ。うん、単学期。そうね。あれですよ。俺も中年できないわけじゃないですよ。あ、得意じゃないんだよ。喋ってる時にさ、こうやってチンチンとか鳴らすと不愉快な気持ちになるじゃないですか。だから、あえて、俺あえてバカしてる。そのさみたいな。そうだよね。誓いますよ。負けには、負けじゃないですからね。負けになりつつありますけど。そう、そんな話してたから、北方ですよ。北方行ってね、そう。たまたまぶら下がってたギターがね、前から俺ね、それ写真見ていいなっていうコメント入れてたんですけど、そしたら、皆さん、あれまだ残ってるよって感じで、買えますかって言われて、うん、じゃあちょっといじってみようって、いじってみたら、まあまあいいかなって、ついつい買っちゃいましたけど、ね、おかげで北方行ったギャラがなくなりましたから。このギターで来た方で演奏してっていう感じですね。もらってね。そんなわけで、次の曲やりますね。最近あれですね。不起訴不当決定が去年なんか出ましたけどね。やっぱりそれで行こうということになりましたね。不起訴相当。ありましたね。嘘つきという。Yeah. Yeah. ました。聞いてません。わかりません。だから責任取りません。むしろ私が被害者です。余計なことまで言われます。だけど私は悪くない。全く悪くない。嘘つきなんかじゃありません。つじつましっかり合わせてます。嘘つきなんかじゃありません。私は嘘なの。言えません、話せません、覚えないこと喋れません、ありません、探せません、メモはどこにもありません、いつの用意は周到です、つけ入る隙など作りません、だから私は悪くない、全然悪くない。嘘つきなんかじゃありません口ぐらしっかり合わせてます嘘つきなんかじゃありません私は嘘なのつきませんアンダーコントロール。はい、嘘つきなんかじゃありません。絶対やり
オリンピック、はい、嘘つきなんかじゃありません、消えた年金見つけます、はい、嘘つきなんかじゃありません、大金寄付などしていません、はい、嘘つきなんかじゃありません、嘘なら議員は続けません、はい、嘘つきなんかじゃありません、改ざん偽造はありえません、はい、嘘つきなんかじゃありません、公私の区別はできています、はい、嘘つきなんかじゃありません、手厚い保障は世界一、はい、嘘つきなんかじゃありません、会議はたったの5000円、はい、嘘つきなんかじゃありません、募集でなくて募ってます、はい、嘘つきなんかじゃありません、体調不良で辞めました、はい、嘘つきなんかじゃありません、私は嘘だろうつきません。